どうも、くま村長です。今回はですね、最終に来ております。真夏のね、よく晴れた朝です。真夏の最終は朝にします。これ以上ね、日が昇ると暑すぎてなかなかね、生き物出てきませんし、人間にとってもね、危険な環境になります。前日はね、夜遅くまで雨が降っておりました。なんでね、地面が結構濡れてるんですけども、こうしてね、雨の次の日の晴れた日っていうのはね、結構最終狙い目になります。日陰の方はね、結構ひんやりしてるんですけども、そういった中でね、こういう木漏れ日の日がね、落ちてるっていうところにね、結構生き物がね、出てきたりします。まあ、そういったところをね、重点的に探してね、いきます。今回ね、どんな生き物に出会えるでしょうか。先ほどのね、木漏れ日のところで、ニホントカゲですね。これはオスになります。こちらもニホントカゲのオスですね。まあ、この時期になるとね、メスが結構卵を守ってたりするんで、だいたい見かけるのはね、オスと、そしてね、ニホントカゲのね、子供をよく見ますね。そしてね、アズマヒキガエルも見つかりました。雨上がりの朝はね、やっぱりね、カエルも出てたりします。この子のね、この大きさは、今年生まれの子ですね。3月ぐらいに生まれて、5月ぐらいにね、上陸した、そんなね、子供のアズマヒキガエルだと思います。アズマヒキガエルはね、1匹の親から数千から1万ぐらいのね、卵を産むんですけども、まあ、大体がね、自然淘汰されていきます。まあ、小さいアズマヒキガエルですけども、ここまでね、育ったのは、まあ、結構ね、優秀な、アズマヒキガエルといったところになりますね。元気よくぴょんぴょんね、飛び跳ねております。このヘビはね、こういったちょっと開けた、乾燥してる、そしてね、日当たりのいいところに、結構ね、いたりします。こういったところをね、歩きながら探してるとですね、まあ、あのカナヘビがね、ちょろっと動いて発見したりできます。小さいカナヘビがね、いますね。非常にちっちゃいんで、ちょっとわかるかなっていうところですけども、捕まえてみたいなと思います。小さいのでね、慎重にやります。捕まえることがね、できましたね。カナヘビの子供ですね。非常にね、小さな生まれたばかりのね、カナヘビです。生まれたばかりって言ってもですね、もうこの1週間ぐらい、下手したらね、2、3日前に、孵化したばかりのね、カナヘビなんじゃないかなというふうに思います。すごく小さいんでね、こういったね、カマキリなんかに、捕食されたりもします。非常にね、小さいんですけども、その他のね、虫と比べると、まあ、若干ね、存在感があるんで、草原をね、歩いてると発見できます。もう一匹ね、捕まえました。まあ、小さいんでね、あんまり持ってるとかわいそうなんで、すぐに逃がします。ということで、今回のね、動画は以上になります。またね、こういった発信をどんどん続けていきますので、応援の方よろしくお願いします。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。